ここからは NQN の尾崎さんと一緒に今日の相場で注目した銘柄や明日の相場のヒントを探っていきます尾崎さん、日経平均今ねほ,ほぼ横ばいで硬着感強まってはいるんですが朝の300円安を考えますとだいぶ戻してきました 三万八千を下回ったところでは、買い欲もね、あるのか。プラスにね、切り返す場面もありましたね。そうですね。全般に朝安後は底堅い動きも見せていました。日本時間今日未明まで開かれたアメリカの金融政策を決める。F. O. M. C. では、金融政策が据え置かれました。政策金利の指標である。フェデラルファンド金利の誘導目標は。五点二五から 5. 5。五点五パーセントで維持されました。 末置きは6回後を連続ととななって高金利が長期化することになりましたただ先月発表された3月のアメリカの雇用統計や消費者物価指数 CPI などが市場予想を上回っていたことから市場の一部では FRB の次の一手が利下げではなく追加利上げになるのではないかという懸念もくすぶってはいたようです。 一方、パウエル議長は会見で、追加利上げについては可能性が高いとは思わないと否定しました。アメリカ国債の保有額を圧縮する量的引き締め、QT のペースを6月から緩めることも決めました。はい、FOMC やパウエル議長の発言内容は、市場の想定よりは高派ではなかったという受け止めから、アメリカの長期金利は低下しました。 政策金利の動きに敏感な2年ものの金利については一時4.9%台前半と前日から0.1%ほど低下しました FOMC 後の波乱は回避できたことで日本株売り急ぐ展開にはならず3万8,000円を下回る水準では押し目買いも入りやすかったようです。 底堅かったと言えそうなんですが、はい、今日については大型連休の合間ということで市場参加者が少なく売りにも買いにも傾きにくかったというのも大きいかと思います秋いも今日は低調に推移していますね、はい、平均も伸び悩んで終えていまして FOMC の結果はまだ正規しきれていない面もあるかもしれません、はい、それに加えて昨日発表されたアメリカの経済指標では インフレ圧力の根強ささも示されていました4月のサプライマネジメント協会 ISM の製造業景況感指数は市場予想を下回った一方で、うん、個別の項目の価格指数が上昇していました、うんうん、また ADP の、えー、雇用リポート4月は非農業部門の雇用者数が市場予想に増加していました。はい 雇用市場の引き締まりでインフレ圧力の強い状態が続くという見方も改めて意識されています。東京市場が休場となる明日3日には、4月のアメリカの雇用統計の発表も控えています。東京市場では運用リスクを取る展開にまではなりづらかったようですね。うん また、ね、FOMC 通過後に早朝、為替介入寝観測再び広がりました一時ドル円153円台付ける場面ありましたがまた、ね、円安方向に触れているということでそれにしても本当にね にあるように冬口でしたね。そうなんですよね。うん、朝、私起きた時はまだ全然百五十七円台とかだったんですけど、はい、え急に百五十三円台と一気に四円超円高方向へ触れたことになりました。うん、それに合わせて株価指数先物に売りがやや強まっていたというのも朝方の日経平均の弱さにつながっていた可能性はあるかなと思います。円相、はい、場なんですが、FOMC の結果。 が現地時間午後2時に発表される前には157円台後半で推移していたんですがそのあと午後4時過ぎ日本時間でいうと早朝5時過ぎですかねえ急な円高が進んで153円台まで急上昇という形になりました市場では日本政府日銀による円買い介入という観測が出ています。 FOMC の後日本時間と比べて円安が大きく進んでいたわけではありませんでした。市場が油断していたところに不意打ちで介入に動いたのではないかと見られています。 神田財務官は、介入実施の有無について何も申し上げることはないと述べたと伝わっていますが、市場では今週2度目となる介入という観測が多いようです。3日にはアメリカの雇用統計の発表を控えて、市場予想を大きく上回るような内容になって、 円安ドル高方向に触れると日本政府が再び介入するのではないかと市場参加者を疑心暗鬼にさせる効果もあったとされています道義的にどうかということは置いといて日本の土日を除けば祝日も介入すること自体は可能なんだそうですただ円相場は日本時間、えー、午前には156円台と円安方向に押し戻される場面もありました 円相場の上昇を受けて、東京市場ではトヨタなど自動車株に広く売りが先行していたんですが、その後はプラスに転じる場面も見られました。円高への明確な方向転換には、日銀の金融政策が引き締め方向へ方向転換することが手がかりになりそうです。日銀は緩和的な金融政策を当面継続する姿勢を継続 維持しています市場では日銀の追加利上げは7月か6月とは見られていますただ円相場については日本の金融政策だけでなくアメリカの金融政策の影響も受けるのでアメリカの利下げ期待が高まるまでは円安基調そのものは続くという見方もあります株式市場でも今回の介入観測を受けた輸出関連の売りは長続きはしませんでした、はいね また個別見ていきますと、えー、今週、商社のね決算発表は相次ぎました今日は5番、住友商事、株主関係の強化もね合わせて発表しました株価大きく上昇していますね、この時間もそうですね、一時7%超える上昇となっていました二、うん、時15分に決算発表がありました今期の配当については130円と前期から5円の増配を見込んでいますまた自社株が500億円上限で 発表もしています、えー、中期経営計画の発表ということで2026年度が最終年度となるんですが ROE 自己資本利益率12%以上を掲げて資本効率性の改善を図ります。で中期経営 価格以降の株主還元方針としては総還元成功40%以上として配当及び柔軟かつ機動的な自社株買いを実施することまた累進配当によって配当のさらなる安定性の向上や利益,利益成長に応じた増配を目指すとしたのも評価ポイントになったようです住友商事をめぐってはアクティビストとして知られるアメリカのヘッジファンドエリオットマネジメントが 住友商事の株を数百億円規模で取得したことが明らかになったと先日伝わっていましたエリオットは住友商事と株式価値向上策などで協議を進めている模様とも言われていて、うん、まあ何らかの策が出るんではないかという思惑から週明けの住友商事は商事の株価は大きく上昇、はい、今日も決算発表に向けて買いが集まっていたんですが、うん、発表後に一段高となりました。はい、一方三菱商事について では13時に発表した決算で年間配当一株100円と前期から30円増やす方針を示しましたただこちらは2月に同社として過去最大となる5000億円の自社株買い発表していたのもあって、はい、今回の還元についてはさらなる上値追いの材料としてはインパクトに書いた模様です 今期の純利益1%と減益を見込んでいるのもあって決算発表後に株価2.8%安となる場面がありましたただこれも直近までね昨日決算を発表した商社大手でも還元強化の動きすでに出ていて三井物産は増配や最大2,000億円の自社株買いと株式分割を発表していたり双日も増配方針を示していました。はい 昨日、三井物産の株価、買い一巡後は利益確定売りに押されて1%ほど下げておいていたんですが今日は再び買いい直されています、うんで。大手商社といえば著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いるアメリカのバークシャー・ハザウェイが大株主となっていますがバークシャーは各商社に対して9.99%を上回る株式の取得はしないことを確約しています。うん 足元でそれぞれの商社の保有比率約9%に達していると言われている中で買いますにしてもその余地は小さいと見られていました。 そうした中で住友商事についてはエリオットが新たな有力投資家として意識され始めているようなところもあります株主価値の向上に向けた働きかけさらに強まっていくのか、はい、あるいは他の消費者株も取得対象となっていくのかなども含めて、うん、物言う株主からの動向からも目が離せなくなりそうですねそうですね このほか半導体関連ではレーザーテック、昨日ね決算発表後、株価急騰し、商いも膨らみましたが、今日も買いが優勢で続伸となっています。 またね戻りを試し半導体関連買いがね波及していくのか尾崎さん、半導体に関してはいかがですかそうですね、レーザーテックについては今日5倍3%高となる場面もありました、うん、今週発表した決算、大幅な増益となって半導体関連装置などの受注高も積み上がっていました、うん、業績の先行き、明るくなったという見方から買いが詰まって昨日15%近く上昇して終えていました。うん 今日も買いが続きましたが、まあ、レーザーテックについては決算前の4月23日に年初来安値をつけたばかりでもありました。ええ、まそこからの戻しと足元の動きは見ることもできそうです。アメリカでは昨日、 主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数 SOX が3.5%安と結構大きく下げていたんですよね。はい、ー決算で AI, 半導 AI 向けの半導体の売り上げ見通しが物足りないと受け止められたアドバンストマイクロデバイスが9%近く下げるなどしていました。 AI 半導体については長期的には成長が続くという期待は高いですただ株価先行して大きく上昇してきただけに決算で過度な期待が後退して売られる銘柄もあって半導体なら何でも買いというのではなく業績で選別も必要になっています東京市場ではアドバンテストが今週決算を受けて大きく値下がりしました また今日はイビデンが主力製品の半導体関連部品 IC パッケージ基盤,が基盤でパソコンや汎用サーバー向けの需要回復が遅れることで今期の現役見通しを示して株価も急落しました AI の恩恵を受けられているかまた汎用品の低迷が響いているかは企業によってばらつきがあります来週10日には東京エレクトロンの決算発表もありますはい こちら日経平均への影響も大きい銘柄なだけに東京エレクトロンの決算後の値動き、うん、日経平均も左右しそうですね。そうですね。プラスティオド見ますとレーザーテック、東京エレクトロンなどが日経平均の支え役などにもなっています。さて現在のマーケットを見ていきましょう。日経平均つい先ほど5番の安値をつける場面がありました。 現在57円安38,216円0.1%の下げトピックスも下げに転じましてつい先ほどが5番の安値となっていますわずかながらマイナスでの推移東証プライム全体では半分以上に当たる銘柄が値下がりしていますグロース市場251指数は0.4%の下落アメリカ株先ものは3指数揃って上昇しているところです